私、河野太郎に訴えられておるんですけれども、っていうのはですね、河野一族が経営している日本端子という太陽光パネルの会社が、中国本土に3つも会社をやって、おるということで、中国では実は中国政府の言うなりでないと商売できないという構造がありまして、河野太郎一族の同族会社である日本端子が中国本土で3つも会社をやっていることからですね、河野一族は中国共産党の言いなりであると、中国共産党の犬であると、こう書いたところ、河野太郎に名誉毀損で訴えられております。最近河野太郎ヘマしまくってですね、だいぶ落ちぶれてしまいました。菅前総理からもですね、次の総理に期待するのは石破茂と小泉進次郎と、河野太郎の名前が抜けておりました。同じ神奈川県の派閥なのに、菅前総理に期待されていない河野太郎、前回の自民党総裁選挙では岸田総理と決勝投票を行ったにもかかわらず、だいぶ落ちぶれたなぁということで、ネットで議論になっておりました。どうして河野太郎はこんなにも落ちぶれてしまったんだろうか。理由がですね、皆さんの意見、ネットの意見なんですけれども、庶民憎悪がすごいと、庶民を憎むことがすごいと、甚だしいと、言動が気持ち悪い、生理的に嫌、態度はでかいし言うことも偉そうだが実務はさっぱりのポンコツ人間と、世襲ボンボンどこまで行ってもポンコツバカと、そのような意見が多かったであります。運び屋でコオロギというのもありますね。幼稚なまま年取っただけの男というのもありました。まあまあ当たってるんですけれども、一般人である私が河野一族中国共産党の犬と書くと発表してですね、現職大臣であるにもかかわらず一般人の私を名誉毀損で訴えてしまうと、刑事の名誉毀損だったらば分かります。刑事の名誉毀損っていうのはですね、金銭的に損害が出た場合、財産を失わせたというもので、やられる刑事告訴ですから、刑事の名誉毀損の告訴だったら分かるんですけれども、私のようなですね、一般人を民事で、つまり刑事になんかならない程度の勘に触ったムカついたぐらいの理由で現職大臣が訴えてんですよ。私の弁護士さんの話では聞いたことがない、言っておりますんで、史上初の出来事かもしれません。しかもですね、本人が法廷に出てこないと言っております。これもですね、私の弁護士さん、そんな民事の名誉毀損の裁判見たことがない、言っておりました。裁判官もそれじゃどうやって証明するの、目を丸くしていたそうであります。河野太郎本人が裁判所に出てこない、証言を拒否している状態ですけれども、私の方から裁判所に出てこいと要求するつもりであります。実は原告本人が裁判に出てこないで証言もしないとなると私の方が有利になるんですけれども、私は不利になっても構いません。河野太郎を裁判所に呼び出すべく出廷要求をするつもりであります。私の弁護士さんも被告が原告を呼びつけるなんてやったことねって驚いておりました。何から何まで異例の河野太郎の裁判なんですけれども、こんな面白いネタをテレビ新聞は一切報道いたしません。いよいよ裁判が開始したら報道するかどうかも分かりません。
河野太郎はテレビと新聞に徹底的に守られております、同じ中国共産党の犬仲間だからであります。昨日から新入管法が施行されまして、難民申請は2回までと、こういうふうになりまして、2回難民申請で跳ねられた外国人は強制送還なったわけなんですけれども、今まで実はですね、難民申請した外国人はもれなく月額8万円もらえてたそうなんですよ。で1人当たり8万円ですから、4人家族が難民申請しますと月額黙って32万円もらえると、こんなことになっておりまして、トルコ国籍特にクルド人が2、3000人難民申請中であります。この人らですね、今まで認められたトルコ国籍の難民として認められたトルコ国籍、今までたったの1人、つまりですね、現在2、3000人難民申請中のクルド人はほぼ全員が偽装難民、難民ではないのに難民ですと言って月額8万円もらっているという、こういうやからであります。トルコ大使館に行ってですね、トルコ大統領選挙の投票もできる、これのどこが難民でしょうか。あとですね、トルコ国内、トルコ人口8000万人のうち1500万人がクルド人であって、とてもとても弾圧なんかできないと、迫害なんかできない、こういうふうにトルコ政府は言っております。日本で言ったら、日本のうち関西人を全部迫害するような話じゃないでしょうか。とても不可能ですよね。さらにはクルド人の国会議員も存在しております。ですのでクルド人やその意向を受けた自民党和田政宗が言うところのですね、トルコ政府はクルド人を迫害していると、こんなのは真っ赤な嘘なのであります。で、何年も何年も民主党政権が難民申請何回でもしているということを繰り返しておりまして、1回の審査で2年ぐらいかかるそうなんですよね。ですんで5回繰り返せば10年間日本に入れて月に8万円ずっともらえるわけであります。こんな状況をですね、2回までで、2回までって言っても4年ぐらいは入れる感じなんですけれども、こういうふうに変えた法律が昨日から施行されました。過去にはですね、強制送還に抵抗して飛行機に乗る前に、大暴れ、失禁、脱粉しながら大暴れしたクルド人もいたそうであります。入管関係者は法律ができた以上粛々と運用する、強制送還に意欲を燃やしているようでありますけれども、法を粛々と運用し、せっせせっせと送還し、偽装難民、その月額8万円目的の偽装難民を退治してもらいたいものであります。大分県木島市というところがありまして、別府イスラム教会の要求でですね、この大分県木島市に土葬墓地が作られることになってしまいました。町長は条例で決まっているんで拒否できない、言っておりましたけれども、住民が大反対しているようであります。やはり水源地から近いであるとかですね、伝染病が心配だとかいう理由で土葬墓地に住民は反対しております。ドイツなんかでは、ドイツに住むイスラム教徒は生前から積み立てをしておりまして、亡くなった場合遺体を本国に運んでもらって本国で土葬にするというのが一般的だそうであります。どうして日本でそれやらないんでしょうか。日本は火葬が一般的であります。これは湿度が高くて過密で伝染病が心配されるからであります。今では天皇陛下も火葬されることになっております。自分らの宗教が土葬がいいからといって呼んでもないのに勝手に来て、勝手について勝手に亡くなってですね、土葬がいい土葬がいい、こんなわがまま許していいんでしょうか。
今日本では国内外からの募金を募ってモスク、イスラム寺院の建設が全国各地で進んでおります。イスラム寺院とセットで全国各地で土葬墓地よこせ、こういう運動が活発になってくるのは確実です。今土葬は禁止されておらず許可制になっているそうであります。で、許可が下りたら土葬できるんですけれども、まあ、都市部過密な場所では到底許可されないんですけれども、禁止されていないというのが問題であります。一刻も早くですね、日本全国で土葬禁止法というのを作らないと、土葬墓地をよこせという運動は際限なく続くと思われます。土葬禁止法を作ったら作ったでですね、法律を撤廃しろと騒ぐのは目に見えておりますけれども、それでも日本では土葬禁止なんということが知り渡れば土葬墓地よこせ、大騒ぎも減ってくると思います。日本改革党は土葬墓地禁止法制定を訴えてまいります。林官房長官の記者会見で少子化を歯止めをかける、猶予は6年6年のうちに何とかしなければならないなんてことを言っておりましたけれども、そのためにやる予定の政策がですね、今までのものと同じなんですね。ただ規模を大きくしたばらまき、子育て世帯の支援であるとか共働きの推進とか自民党と政府は言ってるんですけれども、そんなことで少子化に歯止めがかかるわけがありません。少子化の最大の原因は政府与党がやっている男女共同参画であります。女性が輝ける社会をなんつって大金かけていろいろやってますけれども、女性が家庭で輝かないと子供なんか増えっこないんですよ。女性が社会で輝いていたら子供なんか増えっこないんですよ。女性が家庭で輝いてもらえないと子供増えるわけないですよね。それをですね、少子化が大変だと言った同じ口で女性が輝ける社会をとかやってんですから、自民党は救いようがありません。男女共同参画予算というのはあらゆる事業に広く薄く忍び込んでおりまして、その総額は約10兆円と言われております。男女共同参画事業を一切やめてですね、浮いた10兆円を減税するぐらいじゃないと少子化には歯止めがかからないと思います。正社員のポストが100ありまして、100全部男を雇えば夫婦は100組できる可能性ありますけれども、男女半々50-50で正社員を雇用したら夫婦ができる数は50組止まりであります。女性はですね、正社員の女性は正社員の男としか結婚いたしません。男女共同参画というのはそういうことなのであります。子供が減っていくのも当たり前ですよね。武見厚労大臣が少子化対策のために共働きを推進していくなんてことを言っておりましたけど、全くの逆であります。女性にですね、男並みに働いて出産育児もしろっていうひどいことを言ってんですよ、厚労大臣は。そんな負担を強いるようなですねことを女性に求めて、若い女性が日本が嫌になって外国に逃げていってしまいます。女性に対する要求が過剰である、過大である。それが男女共同参画の正体なのであります。男並みに働け働けと、せっつかれてですね、女性は結婚し
子供を産む余裕なんかなくしている、これが我が国の少子化の正体なのであります。法改正されてですね、今までめったに取り消されなかった外国人の永住資格を取り消すという法改正がなされました。故意のわざと税金滞納、社会保険料滞納、もしくは禁錮刑、まあ逮捕されて懲役になるぐらいの犯罪を犯した場合、永住資格が取り消せるようになりました。ここでですね、故意と故意じゃない税金の滞納、どこで見分けるのかと、岸田総理が国会答弁で故意じゃない場合の税金の滞納は永住資格取り消しになりませんと答弁しておりました。故意じゃない税金の滞納っていうのは、収入が急減したりして去年の収入に対してかかった税金がとても払えないと、お金がない、急に売り上げが落ちたとか、そういうことでの税金滞納では永住資格取り消しにならないと岸田総理が国会答弁しておりましたけれども、一つ確実な故意の税金滞納というのがありまして、それは脱税であります。脱税で捕まった場合は確実な故意の税金滞納というか、最初から払わないようにごまかすというのが脱税ですから悪質ですよね。脱税で捕まった場合は永住資格を取り消せると、こういうふうな解釈でいいかと思います。あと禁錮刑ですね、犯罪を犯して刑務所に行くような、執行猶予がつかないようなそういう犯罪を犯した場合は永住資格を取り消すと、こういうふうに変わったわけなんですけれども、思いっきり毎日新聞、朝日新聞などが反対しておりましたけれども、この人たちは外国人永住者による脱税や犯罪を推進してるんでしょうか。脱税や犯罪を犯さなければ永住資格は取り消しにならないのですから、普通に暮らしている善良な永住外国人には関係がない話であります。共謀罪と呼ばれるですね、集団的、テロなど準備罪ができるときに社民党の福島みずほ党首がそれじゃ共謀できないじゃないか、と言ってですね、共謀しなければいいだろう、突っ込まれた過去があります。すごいことを言ってますよね、福島みずほさん。脱税や犯罪で永住資格取り消しと、大反対、しなきゃいいじゃないか、脱税しなきゃいいじゃないか、犯罪しなきゃいいじゃないか、っていう反論には黙り込むんですよね、あの人らは。でですね、しばらく黙った後に再起動してまた同じことを繰り返すというのがあの人らの仕様というか特徴であります。永住外国人に肩入れしてもですね、あの人らには何の得もない、あの人らの生活が良くなるわけでもないと思うんですけれども、どうして永住外国人にそんなに肩入れするんでしょうか。それは朝日新聞記者がほぼ当事者だからであります、該当者だからであります。社民党の副代表の大椿優子さんという、議員がですね、私の連れ合いがまさにそれ永住者当事者ですと、こんなことをばらしておりました。国会議員の内縁の夫が外国人ってこれやばくないでしょうか。松下新平という自民党の議員は美人の中国人の秘書を雇っていてだいぶ叩かれました。内縁の夫がですね、外国籍って国会議員としてはまずくないでしょうか。そういうまずいという感覚もですね、なくしたぐらい当然のことに
なっておりまして、大椿優子さんは永住資格の取り消しに大反対しているわけなんですけども、そんな私事をですね国政に持ち込まないでほしいな、私事で国政を左右しないでほしいな、と思います。私を訴えている河野太郎デジタル大臣なんですけれども、デジタル大臣なのになぜか再エネタスクフォースなんて太陽光パネルの有識者会議の座長をやってるんですよね、エネルギー庁の管轄じゃないのかな、再エネタスクフォース、なぜ河野太郎がデジタル大臣なのにこれを仕切ってんだろう、不思議に思いませんか皆さん、この有識者会議で中国国営電力企業のロゴが入った資料を使っておりまして、大問題となりまして、河野太郎自身がですね何も問題はなかったが有識者会議は廃止すると、何も問題なかったんだったら廃止しなくてもいいんじゃないかと突っ込まれておりましたけれども、河野太郎の一族の会社が実は中国で、太陽光パネルの付属部品周辺部品を作っております。太陽光パネルが売れれば売れるほど河野太郎一族は潤って潤って笑いが止まりません。そのためですね河野太郎はデジタル大臣なのになぜか再生エネルギーの有識者会議を作ってですね太陽光パネルをもっともっと増やしましょう、と画策しております。実は日本はすでに国土に占める太陽光パネルの面積が世界一となってしまいました。これ以上なんでもっともっと増やす必要があるんでしょうか。河野一族の日本端子を設けさせるだけであります。太陽光パネルは発電で熱を持ち燃え出すと、で一旦燃え出したら放置するしかありません。水をかけると感電するからであります。小池都知事はですねこんなもんを東京中に敷き詰めようとしているわけなんですけれども、新設住宅戸建てのですね屋根には漏れなくつけなさいなんていう条例を作っておりますね。太陽光パネル面積世界一の日本でこんなもんが必要なんでしょうか。東京のような過密な場所で屋根に全部太陽光パネルがついておってですね火災になったら目も当てられません。東京みたいな混んでいる場所でですね屋根に全部太陽光パネルがついていてそれが消せないなんていうのは大問題であります。太陽光パネルを作っているのは8割型中国企業であります。我々の再エネ賦課金、電気代に上乗せ調整される再エネ賦課金というお金、強制で取られますんで、もはや再エネ賦課税ですけれども、これがせっせとですね、中国製の太陽光パネルを買うお金となっております。どうして日本人の金で中国企業を儲けさせなくてはいけないんでしょうか。ついでに河野太郎の一族の会社日本端子も儲けさせなくてはいけないんでしょうか。再エネ賦課税もですね去年までは年間6000円程度だったのに今年はいきなり1万6000円台に値上がりしました。3倍増であります。岸田政権は増税メガネって呼ばれることを嫌がっておりまして、所得税以外のところをちょっとずつちょっとずつ上げようとしております。少子化対策のための財源として社会保険料をちょっと上げると、ちょっとといっても、ね、月に1万円ぐらい上げちゃうらしいんですけれども、定額減税というのがやられまして、1人当たり4万円1回こっきりですけれどももらえるそうであります。それがですね世帯年収500万円の3人家族の場合定額減税で12万円戻ってきますけれども、保険料値上げ、再エネ賦課税値上げ、
あと森林環境税なんていうものを500万円の3人世帯で計算しますと約13万円の増税となります。12万円定額減税しました、岸田政権は威張りますけれども、その陰で13万円負担を増やしてんですよ。結局ですね、1万円負担が増えることになります。こういう姑息な真似をやるのが自民党岸田政権であります。今実質税負担率は 47%、 私が若い頃は 35% でした。今の若い方はこの重い税負担の中、恋をして結婚して出産しろ、おっさんとじいさんどもにせっつかれておりますけれども、せっついてるおっさんやじいさんたちは、自分たちはもっともっと低い低い税負担率で青春を過ごしておりまして、その中で結婚しておりました、今の若い方に結婚してくれという資格は我々おっさんじいさんにはありません。評判の悪かった外国人実習制度が名前が変わってバージョンアップするみたいであります。去年のですね、行方不明になった外国人実習生は9000人がそっくりそのまま不法滞在となっております。ひどい扱いを外国人実習生が受けて逃げ出したのが9000人と、こういう場合はですね、逃げ出された日本企業にも何か罰則を設けるべきであると思うんですけれども、まあまあ評判が悪かった失踪者が9000人も出している毎年毎年、外国人実習制度が育成就労制度という名前に変わって、拡充されるようであります。岸田総理が国会でご理解ください、なんて言っておりましたけれども、岸田総理の弟は実はインドネシア人外国人労働者受け入れ窓口会社をやっておりまして、岸田一族としては外国人労働者をどん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 増やしたいわけなんですよね。岸田総理の弟の会社がそうすれば儲かりますから、これ全くの利益誘導だと思うんですけれども、皆さんどう思われますでしょうか。外国人労働者を育成するんだ、どうして日本人がそんなことをしなければいけないんでしょうか。外国人労働者の育成をなんで日本国と日本人がしなければいけないんでしょうか。どうしてですね、外国人実習制度もそうでした、外国人に日本で技能を覚えてもらって帰国してから役立ててもらうという建前でしたが、どうして日本と日本人がそんなことをしなければならないんでしょうか。甚だ疑問であります。自民党は経団連から毎月毎月2億円の寄付をもらっておりまして、経団連は野党側ですから、とにかく安い労働力が欲しいわけであります。経団連は毎月2億円を渡しながら自民党に対して、もっと外国人労働者を輸入してください、日本人の給料を上げなくて済むように、こういうことをお願いしてんですよ。経団連はですね、このままずっと外国人を入れ続けて、外国人が増えたら自分の子や孫親戚も外国人との競争にさらされるとは考えられないバカ揃いであります。